皆さんこんにちは、ケンです。本日はグラベルロードにつける新しいハンドルをご紹介したいと思います。買った商品がこちら、今おって思った方いると思うんですけど、そうなんです、これアルミハンドルなんですけど、全部青い、メタリックブルー、そう、メタリックブルー、かっこよくない、うん、で、これはコガっていうオランダのメーカーの、あのラウターワッサーハンドルっていう、めっちゃ外広がってる、ハの字にすごい広がってる。で、これがまあどういう自転車に使われるかっていうと、なんかどうもそのオランダでは砂浜で走るレース、海の砂ね砂浜で走るレースっていうのがなんか流行してるのか人気なのかわかんないんですけど、そのために開発されたハンドルらしいんですよ。はい、でまあこういうふうに結構ここも結構浅いんですよ。だから前傾姿勢になりづらいというか、これロードバイクだともうちょっとこう深くて前傾姿勢になれるんですけど、これはもうこう横に広がってこんな感じ。まあ調べてちゃんと買ったんですけど、ここ 31.8 の径なので、まあ一般的にロードバイクにつくような直径にはなってるんですけど、なんでこのハンドル選んだかっていう理由なんですけど、まずもう見た目が面白いなって思いました。これ見ての通りブルーメタリックで結構奇抜というか、でもガリバルディって結構まあフレームは水色なんですけど、他のスモールパーツとかは青で統一してるんですよ。それと全く一緒な、そうそうそう、色だったし、本当にまず見た目が、まあ、あまり手出す人いないんじゃないかなと思うけど、うん、2点目が、まあ、カーボン探してなかったんです。もともとアルミで探してたんですね。前の動画でも言ったんですけど、ハンドルバーバッグっていうのを前につけなあかんので、頑丈なアルミが良かった。でかつハンドルバーバッグつける際にここが当たってしまうと、こういう風な持ち方、通常の持ち方すると、でもこういう風に外側に開いてるってことは、ここを持った時に手にバッグが当たらない。シフトレバーとかも、そう、ここでやりやすい。そう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 。でシフトレバーも斜めにできるっていうので、まあそういうのも考慮してこれを買いました。なるほど、理にかなってる、ね。そう。まあただこういうふうに見た目すっごい綺麗なんですけど、クリアバーテープでも巻かない限り。まあ、結局ここまで隠れちゃうので、出るのはここだけ、青く出るのは、うん、まあそこは残念なとこではあるんですけど、で一応調べたらクリアバーテープっていうのは出てたらしいんだけど、うん、まあクリアバーテープはそんないらんかなって感じはしたから、うん、ここのメーカー知ってたんですよ実は、うん、私グラベルロード探す時に結構ここも実は見てました、ここの自転車も、うん、探し当てて、それで知ったのがきっかけで、このラウターワッサーハンドルというのがあるっていうのを知って、まあいや取り寄せたっていう感じですね。まあ今日の動画は、まあ、これの買ったよっていうご紹介と、今からこれをガリバルディにつけたいと思います、はい、では行きましょう。I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound, all the odds were against me. So I picked up the pace, and now
はい、てなわけでね、コガのラウターワッサーハンドル取り付けました。かなりえぐいっすよね、角度が。こう持っちゃうとちょっと手首が内側に入って厳しいんで、ニュートラルポジションはこんな感じかな。親指を引っ掛けて持つ感じかな。下半は比較的持ちやすそうですね。あとはここも持てたりとか、こうでもいいのかな。ただこうだとブレーキかけね。いいですね。下半がかなり開いてるのでバイクコントロールしやすいです。いいね、こういう砂利道もへっちゃらって感じですね。
Thank you.